吉村貞昌、章、吉村貞昌、章、吉村佐田村貞昭1963年4月27日体は、奈良県御所市出身の元プロ野球選手、外野手、下記の通り、1980年代後半の巨人の主力打者として活躍。1988年、プレー中に交通事故レベルと言われる大怪我を負うも、不屈の精神で復帰を果たし、 その後も、代打の切り札として活躍した。現在は、読売ジャイアンツ一軍団駅総合コーチ。現役時代の愛称は、ポチ。サッカー元日本代表の岩渕伊佐は岐阜にあたる。PL 学園校で、西川義明、若いはじめやすらと共に1981年の第53回選抜高等学校野球大会にて、優勝を果たす。 1982年、ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。高いバッティングセンスと身体能力を武器に2年目の1983年に84試合の出場を果たし、規定打席未到達ながら、打率3割2分6厘の高成績を上げる。同年、若手選手として活躍した駒田徳博、牧原博美と共に、彼らの背番号にちなんで50番取りを、 2010年代にはイソジトリを、と呼ばれた。その活躍をきっかけに、翌1984年から右翼種のレギュラーに定着。瞬速強権の選手として、将来を植望されていた。1985年、最終戦を残して、出塁率、432でランディバースに、009差をつけて1位であったが、バースが本塁打のシーズン記録で、 王貞春に一本差に迫っていたため勝負を避けられ後、打席全部失礼したの対し、吉村は4打席凡退したためバースが、005差で逆転し、吉村は最高失礼率のタイトルを逃した。この年からセリーグは、最多失礼数ではなく最高失礼率で記録、表彰することになっており、失礼率に馴染みのなかった巨人ベンチは気づいていなかったという。 1986年は主軸として128試合に出場。打率5位23本塁打を記録。1987年も打率5位86打点をマーク30本塁打も達成。開幕戦の中日戦では杉本忠から本塁打を放っている。30号目は10月18日の対広島最終戦4回裏の打席で。 カウント2から2の際に、スコアボードの表示が、急進、山本文夫の手元カウンターと異なっていたことから、打者、吉村、保守の立川光雄に、カウント確認したところ保守の立川よ、スコアボードの表示が正しいとのアピールを受け、カウント2から1として、白竹吉久が次の球を投じてしまったためカウントが、確定、プレーが続行され本来あり得ない、2ストライク4ボールの状態か打ったものであり、 この本類打は、甲楽園球場のシーズン公式戦最後の本類打でもあった。1986年、1987年と2年連続でベストナインに選出され、若くして巨人の主力選手となった。その一方で当時から肩の弱さによる送球能力の低さが指摘されていた。この年からソーや守備固めが送られることが多くなった。 1988年3月18日、阪神とのオープン戦で、東京ドーム完成後の第1号本塁打を放つ。1988年7月6日の対、中日ドラゴンズ戦、札幌支援山球場では、3回に通算100号本塁打を記録した。ところが、8回の左翼手としての守備で、中尾高義の放った飛球を補給した際、 この回から中堅守の守備に入った栄村忠博と激突。左膝の4本の人体帯のうち3本が完全に断裂し、さらに神経まで損傷するという主治医曰く、交通事故レベルという大怪我を負った。この試合は直前の7回裏に吉村に打席が回れば吉村に守備固めが送られる予定であったという。 長い療養生活を余儀なくされ、それでも後遺症が確実に残る、あまりにも深刻な負傷であった。左膝人体帯断裂は重度の障害者認定を受けるほどの大怪我であり、一旦、北海道大学附属病院に入院したが、当時の日本の医療レベルでは手に負えるものではなく、渡米し、スポーツ医学の権威であるフランク・ジョーブ博士の執刀を受けた。ジョブに野球選手で、 こんな大怪我は見たことがないと言わしめるほどの大怪我であったが、二度の手術と神奈川県厚木市の神奈川リハビリテーション病院にて一年以上の苦しいリハビリ生活を経て最終的には特注品のレガースとシューズをつけ直線であれば100メートルを11秒台前半で走れるまでに復活したリハビリで使用したギプスはジャイアンツの選手料に飾られている 1989年9月2日に斎藤正樹の代打で復帰、当時ルーキーの川崎健次郎と対戦し、結果は二塁ごろ。バッター、斎藤に代わりまして吉村というアナウンスが書き消されたほどの大歓声に東京ドームが包まれた。1990年9月8日、チームのリーグ優勝を自らのサヨナラ本塁打で決めた。 この時の相手投手も同じく川崎であった。1990年代前半は貴重な打てる外野手として貢献。怪我によって、中長距離ヒッターにとってオーソドックスな軸足、左足イコール怪我をした足に体重を乗せる打ち方が不可能になり、リハビリを通じて前足、右足を軸に回転する打ち方に取り組む子になったが、以後の数字は吉村が、 その非凡なセンスで、そのイレギュラーな打ち方で、中長距離ヒッターとして復帰したことを物語っている。その後も、かかとから足をついて歩けないという状態ながら、主に左の代打の切り札として活躍した。1998年シーズンには、長島茂雄監督から第16代キャプテンに指名された。同年限りで現役を引退。百九十九年から、 日本テレビ野球解説者及びスポーツ放置評論家を務めた。2002年に巨人一軍打撃コーチに就任。2003年シーズン終了後に退団。2004年から日本テレビ解説者及びスポーツ日本評論家を務める。2006年に巨人の二軍監督に就任。シーズン後半、怪我人が続出した一軍へ。 脇谷たにを一番打者として送り出すなど貢献。2007年は、世代交代を受け坂本隼人など4人のルーキーを優先起用した。2009年からは一軍打撃総合コーチに就任。2010年、2011年は一軍打撃コーチ木村、拓也内野守備総類コーチ救世後の三類、ベースコーチも担当した。2011年のシーズン終了をもって対談。 打線の不審の責任を取ったとの報道がある一方、複数回に及ぶ女性問題が辞任の原因とも報じられた。その後、2017年に巨人に復帰するが、女性問題は解決したとの声が出ている。2012年からは、日本テレビ解説者、スポーツ日本評論家に復帰。2013年から、RF ラジオ日本の解説者も兼務。2015年、 侍ジャパンのアンダー世代である15優、中学生以下代表監督にも就任した。2017年11月1日より一軍打撃総合コーチとして巨人に復帰。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。